それでは一番最初の子たちですけれども、赤、原田真央君、2年生、それから白が岡田博文君、4年生です。じゃあお願いします。はい、赤、原田真央君2年生が一本勝ちでした。はい、まだ、次、赤、井原光太君2年生、白、鈴木光大君4年生です。赤の、井原光太君ですが、昨年のチタンの地区のチャンピオンです。よろしくお願いします。はい、井ノ原君、赤の一本勝ちです。次ですが、こちら赤、原田烈華君、4年生と、白の方が、生き琴美君、6年生になります。残り40秒。
僕の留学の4年生です。お願いします。これ30秒。はい、赤、井上アルバイトの優勝です。最後の試合になりますけれども、こちら赤、遠山大輔君6年生、それから白、東晃生君6年生。遠山大輔君ですが、昨年5年生の部、愛知県のチャンピオンになります。それで、現時点、愛知県の小学生の中では一番強い選手ということになります。では、お願いします。はい、赤。